はいどうも、チーズよろしくお願いします。ペナント、オリックス編やっていきましょう。ないと変わらずです。今日日本シリーズの第3戦ですね。はい、頑張っていきます。よし、やっていきますか。今ね、2連勝してるから、このままの勢いでいきたい。まあ、動画的なことを考えたらね、こう、もつれる方が面白いのかもしれないですけど、負け始めたらね、ずるずるいきそうな気もするんだよね。こんな感じかな、OK かな。いやー、ここだよね、糸井さん、中島選手がね、いやー、これでいくかな、これですね、これでいきます。さあ、コメントで、DH なしの時に俺、T 岡田選手をレフトに置いてたんですけど、ライトできるみたいですね。なんかレフトのイメージが強烈にあったんだけど、頑張りましょう。前々回のコメントで、まのちさん話題になってました。WWW ってコメントが来てたんですけど、情報少なくないどこでどういう話題になってたのかを知りたいよね。京セラドーム大阪です。悪口だったら見ないけど悪口だったら見ないけどね。頑張ろう。バファローズの先発は左の松葉、対するカープの先発は右の今。頑張ろうぜ。さあ、注目の立ち上がり、バッター恐怖の角度。プレイボール。投げました。打ちました。ショート右横のゴロ。一塁送球。アウト。勝ちたいね。バッターはバントの名手赤松。打ちました。一二塁間へ。西野神田、セカンドから一塁送球。これでツーアウト、ランナーありません。バッター恐怖の核弾と、これは引っ掛けた。いやー、ここ2日間ぐらいさ、腹痛に襲われてて、お腹が痛いの。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。いや、そんだけそんだけだけど、待てから入ってみましょうか。さあ、ラストボール投げた。高めの球、見逃し三振。投球はこれから3球目。頑張れー。なんかちょっとこれね、今日トカダやってくれんじゃないかなと。これでツーアウト、ランナーありません。まあ1、3番がこう絶不調の時、4番が働くんじゃないかな。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の鈴木。打ったピッチャー返し。うまい。間に合わないね。しゃあないしゃあないしゃあない。これはしょうがない。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた。チープ。バッターは6番田中。投球はこれから3球目。低めボール球打った。センター方向に持っていきましたが、センター下がりました。ボールは中継。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。投げた。打ちました。サード左横のゴロ。いいよ、足速いね、さすがにね、野間君。2回の裏。いや、野間君頑張ってくんねえかな、今シーズン。ライトへの打球、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ヒット欲しいな。第3球を投げた。打ったに当たりだ。センターへ上がった。これはナイバッチ。ボールはセカンドへ。吉田、いいバッティングを見せました。バファローズ先制のチャンス。そろそろね、小屋野さんの流し打ちは警戒される頃なんだよね。俺の予想では。ということでね、引っ張りです、ここは。次が4球目、投げた。打ちました。レフト線ぐーっと素直に流し打ちでよかったね。三塁はこれでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。今季は3球目、投げました。打ちました。ショート、これは守備範囲内。アウト、スリーアウトチェンジ。二塁までだ。まあもうそろね、これからカープの攻撃、オリックス編も終わるわけじゃない。打ったセカンド正面。まあどんな形かわかんないけど、とりあえず日本シリーズが終われば終わりなんで、これでワンアウト、ランナーはありません。まあ終わりが近づいてきていうのもなんですけど、だいぶオリックスに慣れてきて打つものすごい打つもん。いや、もうぜひ俺が使って首位打者にしてあげたい気分だね。もう俺の中で石原さんミート100以上あるからねめっちゃ打つからね。ああ、ごめん。おお、ひょととした久々そういえばこの企画始めた時多かったよね。ああ、よし、入ったふうには見えんかったけど、まずは3回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは若月。うまいんじゃない？あ、ダメか。荒井、自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、見逃しの三振。バッターは猛牛の韋駄天伊藤。投げました、インロー、空振り三振。なかなかあれですな。最後は空振り。ゲームは中盤戦に入り、チャンスが作れませんな。指名打者鈴木、投げた、ストライク、見逃し三振。バッター2000本安打好打者荒井、投げた、打った痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。荒井、ナイスバッティングです。次は5球目、打ちました、セカンドの右、ゲッツーコースだ、間に合わないかな。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第5球、投げた、ストレート、空振り三振。4回の足立さん、どうしましょう。先頭バッターは足立、第1打席はセンターフライに倒れています。第4球を投げた、変化球、空振り三振、3者連続。バッターは指名打者中島、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。いや、ことごとくはまらんね。左バッターボックスは4番 T 岡田、第1打席はライトフライに倒れています。打ちました、これは。いや、今ちょっと期待しちゃったな今ちょっと期待しちゃったな。バファローズ5回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは阿部。空振り三振、2者連続三振。あと一発勝負の使いどころか。レフトへ上がった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは恐怖の角弾と菊池。今日は直球見送ってフォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。投げました、打った、小屋、うまい、危ない、助かった。アウト、スリーアウトチェンジ。5回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは吉田、投げました、よし、ああ惜しい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはバントの名手小屋。第1打席、うまい、もう最高だよ。投げました。あっと引っ掛けた。あ、ゲッツーな、ゲッツーな。今取った一塁送球。惜しいね。これはアウトです。使いましょうか。使いましょうか。さあ、ここで勝負に出ました。入れてこい。さあ、5球目。インコース引っ張った。サードオーバー。いや、まあなあ、若月、ナイスバッティングです。焦ったかな。さあ、チャンスが広がって小田。流し打ちだ。第3球を投げました、打った、流し打ち、レフト線ぐーっと打球上がっていきますが、掴んで、これでスリーアウトになります。前半、試合は後半6回に入ります。バッター恐怖の角弾と丸、今日打ちました、レフト線ぐーっと打球上がっていきますが、取りました。これでワンアウト、ランナーありません。まあ結果論だけどね、続き一発勝負はちょっと失敗しちゃったのかなと、焦っちゃったかなと。ストレートのフォアボールを与えます。第3球を投げた、打ちました、西野、ボールを取る、一塁送球、よし、これね、来るかもしんないね。来ないね。今日はインコースのボール、うまい、うまっすげえうまい、リプレイだな、うまい。俺があんな動きしたら絶対腰やられるわ。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番足立、今日はセンターフライと三振。次は5球目、見逃し三振、まずいね、これはなんかね、全くうまくいってない。今投げた、見逃し三振。バッターはコイン切り札エルドレッド、投げた、打ちました、コエン掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番阿部、今日はセカンドゴロと三振、打ちました、ボテボテのサードゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターバントの名手石原、アウトコース高め、空振り三振。まずは下位打線を三者7回の裏、バファローズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは T 岡田。今日はライトフライとオッケーフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。バッターは5番吉田。今日3打席目打った 1,2 塁間のおしゃ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 い。吉田いいバッティングを見せました。さあ試合の行方をゲッツーじゃなければいい、ゲッツーじゃなければいい。第5球投げたカーブ空振り三振。今井降板。さあ先制のチャンスにバッター西野。今日はショートゴロとピッチャーゴロ。第4球を投げた空振り。バッターは8番若月。これが3度目のバッターボックス。これ市岡さんあれじゃないの、スランプじゃないの。第5球投げました、打ちました、三遊間のゴロ。オッケー来るよラッキーボーイ。俺は勝手にラッキーボーイに指名して全くラッキー感出してないけども、ここで来るよ。おっしゃ来たー、来たぞ。今日2三振の伊藤。第4球を投げました、打った取って、これでスリーアウトチェンジ。やっと取ったな。7回の裏が終わる。この回は打順よく1番からの攻撃。バッター恐怖の核弾頭菊池。第3球を投げました、インコース引っ張った、ワンバウンドヒット。バッターランナー1塁蹴パス蹴って2塁へ菊池。これね赤松さんはバントじゃないかな。同点のピンチで迎えるバッターは赤松。投げました、あーっとショーフライになった、取りました、送ることができません。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、あっと引っ掛けた西野、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。バファローズなおもピンチが続きます。第4球を投げた、よし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 、一発勝負残したよ。まずはツーアウト3塁やられたぜ。バファローズこの回は2番からの好打順。先頭バッターは足立。今日はここまで3打数ノーヒット、見逃しの三振。バッターは DH の中島。今日はここまで3打数ノーヒット3三振。投げた、打ちました、セカンド前方のフライになりました。掴みました。やっぱきついね、絶頂は。バッターは4番 T 岡田。打ちました、新井取った、新井自らベースを踏んでスリーアウト。バファローズ三者。さあいよいよ9回に入ります。バッターは2000本安打好打者新井。どうしようかな、このままでいくかな。頑張れ守護神。さあ6球目投げた、変化球空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。さあ5球目フォークボール見逃し三振。バッターコイン切り札エルドレ。さあ怖いな。さあ試合の行方を左右する場面。入れてこい。まあこっちの方がレベル高いから。投げた低め空振り三振。最後はキレのある変化球。やりましたよ。日本シリーズ第3戦を見事に制しました。さて今日のヒーローはよく投げてくれました、よく踏ん張ってくれました。今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦はまああれですね、結局小田君があそこでフォアボールを選んでくれたのはでかかったですね。まあ、その1点になったわけだから。いや全然指示はまんなかったなこれね。ちょっと糸井選手、中島選手2人はきつい。もうせめてどっちか1人不調だとしても、オリックスが中国に勝ちましたね。今季の日本シリーズこの組み合わせになったら面白いな。オリックスと広島かい。昔のマイライフには WBC みたいなのが搭載されてました。僕は2010の PSP 版でよくやってました。やればいいのにね、またね WBC とかも。ゲーム中でね、難しいのかもしれないけどさ、野木さん、日ハムの谷口君、右膝靭帯手術で今季絶望らしいです。見ましたよ、ツイッターで教えてもらって、でヤフーニュースとかで見たんですけども、そういえば日ハムの清水君は大丈夫なのかな。沢村選手の球当たったんでしょ、それは大丈夫なのかな。なんか沢村選手が1球で危険球退場っていうのをばっかりピックアップされちゃってて、清水君のことが分かんないんだよね。やりました。前々回、今日のコメントのメジャーセカンドについてですが、メジャー無印に登場した眉村の息子の名前は健太書かれているので、同一人物じゃないから矛盾はしてないと思います。別の子かってことは、最近「モンキーターン」という漫画を読んでるんですが、知ってますか。知ってます。途中まで読んでました。なんか一時期なんか無料で読めた時期があったじゃない、スマホで。その時に読んでました。まのっちさんの好きなミスドのドーナツは何ですか。ポンデリングですね。なんかお普通の答え返ってきたなって感じかもしれないけど、ポンデリングと、フレンチクルーラーかなが好きですね。同点の8回裏、ワンアウト1、3塁で一塁ランナーがスタートを切りました。三塁ランナーは俊足です。間野内さんが強肩キャッチャーだとしたら差しに行きますか。僕は最近このシチュエーションでどうすべきなのかを考えてしまいます。考え込んでしまいます。どうだろう。バッターが誰かにもよるし、ピッチャーとバッターの相性にもよるしかな。そこら辺の条件を無視するんだったら、刺しに行くかな、多分。坂東エイジはボイルドエッグチャンネルでマックス鈴木は名前のまんまだったかと思います。気が向いたらご覧ください。一応ね、坂東エイジさんの方は見に行きましたよ。サムネイル見ていいやと思ったそんな気がな、内容は全然見てないです。待ってました日本シリーズ。いつも石原選手に打たれてますね。今日も打たれたからね今日も打たれたから。坂東エイジは本能寺の変の踊りの動画を上げています。ちなみに低評価1万ついています。その時点で面白いけどねその時点で面白いけどね。来てますね。阪神が侍ジャパンに勝ったという試合、昨日は阪神勝ちましたが、阪神ファンとしては素直に喜べませんでした。阪神、まあそっか、侍ジャパン立ち直れるのでしょうか。そうだね、俺も日ハム応援してるけど、日ハムと侍ジャパンがやったとして日ハム勝っても喜べないもん。やっぱ勝たなきゃいけないんだよね、侍ジャパンは。日本代表として勝たなきゃいけないんだよね。立ち直れる、まあ一流選手の集まりなわけだしね、なんとかしてくれるんじゃないかなと。でやっぱりなんだろう、別に監督批判とかじゃないけども、こういう時にどうにかする策を持ってるほどの経験値が監督にはないわけじゃない。そこだよね。やっぱり選手がどうしようもない時に助けてあげられるバックボーンがあまりにもなさすぎる気がする。あとチーム全体が若いというか、そこかな。昔の動画でも同じ質問させたかも同じ質問来てたかもしれないですけど、まのっちさんが好きな芸人さんは誰ですか？僕はおぎやはぎです。2人のおしゃれでゆるい感じが好きです。絶対売れるわと思って売れなかった好きな芸人さんは、マシンガンズですね。あと別に売れるわとは思ってなかったですけど、こう本当に好きなのは二丁拳銃好きです。今でも応援してます。住田に選ばれましたね。背番号9になりました。この背番号ってさ、例えば島選手辞退したじゃない。で島選手がつけてた背番号ってのは誰かつけれるもんなのかな？もう無理なのかな？そこら辺どうなんだろう。島選手がそもそも何番をつけてたかっていうのはちょっと分かんないですけど、丸内さん、初戦勝利おめでとうございます。前々回ですね。これラスト、丸内さん考えるこの選手は侍ジャパンになぜ入らなかったかって、ごめん噛んだ、なぜ入らなかったのかって選手を教えてください。まあその辞退したとか全員が全員知ってるわけじゃないし、まあ、辞退したのは知ってる選手で言えばやっぱり中島選手、タク、日ハムのは欲しかったよねかなと思いますね。辞退うんぬんじゃなくて、そもそも選考基準に入ってない選手で言えば誰だろう、誰だろうな、ちょっと出てこないな。ただやっぱり中島選手は個人的に欲しかったかな。あとね、すげえ強引だけども阿部選手、巨人阿部慎之助選手をどっかもう選手枠1個削ってでもいいから入れてほしかった。精神的支柱になれる選手って誰だろうってのは考えた時にやっぱり阿部選手なのかなと、今の日本で言えばと思って阿部選手は欲しかったかな。ちょっと試合出れるとかっていうのはちょっと分かんないですけども、阿部選手ですね。よし、終わりましょうか。明日残り1試合か分かんないですけど頑張ります。そんじゃ終わりましょう。終わります。バイバイ。